準備できたようじゃな。僕に協力してくれる準備はバッチリだってさ。楽しみだな。期待してるからね。トランクスたちは引き続き暴れ回っているタイムパトローラーたちを抑えて。あなたには次の時の裂け目の弱体化をお願いするわ。時の裂け目ですか。今回もヒューが出てくるかもしれませんね。まあ十中八九おるじゃろうな。僕すっごく期待されちゃってるね。それは裏切るわけにはいかないな。あいつにはほんとびっくりさせられたわよ。歴史改変のエネルギーの吸収、信じられない能力だわ。歴史の修正が難しいような場面ではヒューにエネルギーを吸収させるのも一つの方法ね。あ、意外と話が分かる感じ。やったね。じゃがあんな正体不明のやつを信用してもええんかの。そうですね、ただものではないのは確かですし、気を許していい相手とも思えません。あまり味方だと思わん方がええじゃろうな。まだまだ当たりが厳しいな。悪いようにはしないのにね。ちょっとさっきから何キョロキョロしてるのよ。大丈夫？もうしっかりしてよ。あなたが頼りなんだから。あらら、どうやら心配されちゃったみたいだね。けど安心してよ、僕は。もしかして歴史改変のこと気にしてる？大丈夫、君たちに悪影響はないって約束するよ。だから遠慮なんかしないで思いっきり歴史を変えちゃっていいんだ。まあ時の裂け目の中の様子もよくわからないし、行ってみてから判断するしかでしょ。じゃあ時の裂け目に案内するわね。修正できるならいいけど、中の状況がどうなっているかわからないしね。歴史修正するか、ピューの力を借りるか、どうやって解決するかはあなたの判断に任せるわ。退屈だ。9日後というのは長すぎたな。なら前哨戦というのはどうだ。貴様らか。道具から来たか知らんが、貴様らごときが今さら私の相手になると思うのか。今の私はお前たちを吸収し完全体になった存在なの。この歴史とやらには孫悟空が生きているらしいじゃないか。好都合だね。ようやく私たちにも目的ができるってもんさ。少しは楽しませてくれる。
なかったはずの戦いが起きるか。確かそんなんじゃ全然足りないんだよね。ってわけで今回のゲストはこの人。俺の目的は孫悟空を殺すことだけだ。孫悟空を殺す。また旧型か。次から次へと。まあいい。セルゲームが始まるまでのちょっとした暇つぶしくらいにはなるか。この私がまとめて相手をしてやろう。ありがたく思うのだな。お前は人造人間たちを倒して、で、おい待て待て、誰と戦う気持ちじゃ。誰って、そんなの決まってるじゃないか。セルゲームってのを探しようと思ってさ、今回はこの歴史を改変しちゃおうってパトローラー君と相談したんだよ。本当に大丈夫なんじゃろうな。わーっとなんだけど、きっと大丈夫だ。あなたの力を信じましょう。そうか、それならちゃんとセルを撃っちゃおう。ではでは、時の海王神様のお許しが出たという点で、思いっきり歴史をめちゃくちゃにしちゃおうよ。そりゃあせっかく協力してくれるって言うんだし、ただ見てるだけっていうのもつまらないじゃない。どうせなら僕自身の手で歴史を歪めた方がたくさんエネルギーが集まると思ってさ。まったくむちゃくちゃ言うのもとんでもないやつだわ。そういうわけで、今から君は僕のパートナーだよ。よろしくね。俺たちの目的は孫悟空を殺すことだけだ。だが邪魔をすれば話は別だ。孫悟空を、セルの木が消えた。孫悟空。はあ、お前が孫悟空か。おめえらの木も感じねえ。ちゅうことはおめえらも人造人間だな。まさかおめえらがセルを。へえ、そっちから来てくれるなんて、探しに行く手間が省けたね。少し楽しみが減った気もするけどな。まったく何言ってんだい。とっととやっちまおうよ。はいはい、わかったよ。孫悟空、殺す。セルの木が突然消えたから妖怪ゲストちゃう。おやおや、まさかまさかの大物ゲストの登場だね。これは僕も予想してなかったや。でもナイスタイミング。もっともっと歴史を改変してたっぷり元気を集めなきゃだからね。ごめんね。でもまあ悪いようにはしないからさ。本当でしょうね。心配したらただしょうがないんだから。実験には失敗がつきものだから、そればっかりはね。まその時その時ってことでさ、失敗から得られたデータを生かして次は失敗しないように善処するよ。次は何でしょう。協力なんてしないわよ。お前さんの目的がはっきりとするのは、頭の固いお年寄り。孫悟空。なんだ、意外にあっけなかったな。
たかがこんなことのためにドクター・ゲロは私たちを作ったってのかい？行くぞ18号。行くってどこへだい？別に決めちゃいないさ。あんたはどうする？お前もどうせ俺たちと一緒で特にすることないんだろ。行こうぜ。こんな結末になるとはね。ま、僕にとっては何でもいいや。無事歴史は改変されましたってことで。じゃあ今回はこんなところでおしまい。じゃあまたね。次も頼んだよ。バイバイ。あれ？やっぱり君には見えちゃうのか。ようやったな。おかげで時の裂け目の力が弱まったぞ。しかしまあ、今回もフィウの力を借りてしまったわけじゃが。僕の方こそ、君の力を貸してもらってすっごく助かったよ。結果的に時の裂け目の力は弱まってるわけだし、君の決断は正しかったってことだと思うわ。もっとも黒幕の正体はまだ分からずじまいだけど。いや、黒幕なんぞ本当におるんか？やっぱり全部フィウのやつがやっとるんじゃ。可能性はあるけど、やり方はどうあれ、あの子が前回歴史を修正したのも事実なのよね。あれでいて意外と嘘はついていないのかも。そうそう、僕はそんな悪人じゃないんだって。どうやったら信じてもらえるのかな。しかしじゃな。まあ今わからないことをとやかく言っても仕方ないわ。できることからやっていきましょう。なな時の裂け目はまだまだ残ってるわ。頼りにしてるわよ。頼りにしてるよ。